ハロー YouTube、 どうもゆうやです。今回は8分でわかるモンゴル旅の基本情報とおすすめでございます。このシリーズ第5弾でございます。旅に出る前に今から言う内容だけでも押さえておきましょう。こちらが押さえておくべきポイントです。一気に説明していくのでついてきてくださいね。その前にこの YouTube では世界49カ国周遊した私ゆうやが主に海外一人旅の情報や Vlog をお届けするチャンネルです。興味がある方は忘れずにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみよう。モンゴルどこやね。モンゴルは中央アジアにある国で、中国とロシアの間にある内陸国です。フライト時間は東京を例にお伝えすると、直行便でウランバートルまで約 5.5 時間。日本から近いんですね。出発空港は成田です。あくまで直行便が成田だけで、ソウルを経由する便なら、羽田、中部、関空、福岡があります。時差は日本と1時間。日本が12時なら、モンゴルは1時間前の11時になります。出入国の手続きですが、ビザは不要です。滞在期間が30日までであること。また、往復券が必要。その他、他の国によくあることですが、パスポートの有効期限は6ヶ月以上。査証ページが2ページ以上余白があることが条件です。モンゴルの地理と都市です。モンゴル自体は中央部から東部にかけて草原が広がってます。南部にはアジア最大のゴビ砂漠、西部には約4000メートルにも及ぶアルタイ山脈があります。富士山よりでかい。都市は政治経済文化の中心地であるウランバートル、エルデネット鉱山で有名な第二都市エルデネット、ウランバートルとロシアを結ぶ鉄道が通る工業が盛んな第三の都市ダルハンがあります。通貨はトゥグルグ、1トゥグルグが 0.045 円、だいたい1万トゥグルグが500円って覚えておけば簡単です。物価です。比較的安くはあるんですけど、意外と日本と大差はないです。ちょっと安いくらいと思ってた方がいいですね。ここに記載はしてないんですが、交通は安いです。両替は日本の空港では両替できません。現地でキャッシング、もしくは現地で両替する必要があります。海外キャッシング対応しているカードか否かは必ずホームページやアプリを確認してくださいね。モンゴルはモンゴル語を話します。せんべいのバヤルラ、バヤルタイ。海外に行くときは現地の言葉を使いましょうね。飲料水ですが、水道水は飲めません。水道水が飲めない国は煮沸されているもの、もしくはミネラルウォーターを買いましょう。モンゴルは至る所に観光企業の GS25 っていうコンビニがあるので、ミネラルウォーターを買うことに困ることはないです。トイレ事情ですが、市内は綺麗ですね。僕は一回もトイレットペーパー使わなかったんですが、ゲルハックとかになると、この後紹介するテレグジーなんかだとトイレはちゃんとあるんですが、郊外の公衆トイレや多めのゲルハックだとボットン便所や青空便所になりますので、トイレットペーパーは持っていきましょうね。ボットン便所とか青空便所ってトイレをする価値観が変わりますね。あー、やっぱり人間って人っていう生き物なんで、電圧です。日本のコンセントは基本させません。ただ僕が宿泊したところのタコ船は日本人の人がよく泊まるからか、日本のも対応してましたし、移動中に使う車のタコ船も対応してました。ただレアケースだと思うので、対応していないって思ってた方がいいです。このシリーズで何度かお伝えしますが、全世界対応変換プラグをぜひ買ってみてください。世界中で使えて旅で困ることがないです。 Amazon のリンク先貼っておきますね。気候です。モンゴルは四季があります。モンゴルは日中と日夜の温度差がえぐいので注意してください。数字を見ればわかりますが、最高気温と最低気温で30度も違います。春は3月が極寒、4月から徐々に暖かくはなるんですが、まだ寒くて、僕が行ったのは5月だったんですけど、5月から急に暑くなってきます。6月から8月は日本の夏と一緒だと思ってください。ただ夜が冷え込むので、夜用のジャケットとかパーカーを用意していきましょう。また暑いとはいえ、ゲルハックに泊まったりすると想像以上に虫がいるので、虫刺され予防として長袖長ズボンも持っていくといいんじゃないかなと思います。9月になると途端に寒くなって、10月は日本の冬以上、11月から2月まで極寒です。夏は日差しが強いのでサングラスがあるといいですし、冬は厚手の服はもちろん帽子、マフラー、手袋は必須ですね。治安です。僕行ってびっくりしたんですけど、ウランバートルは安全です。夜でも普通に出歩けます。ただ繁華街を除いて街全体は暗かったりするので、一応注意が必要です。またスリや置き引きはどこの国にもあるので、貴重品の管理は忘れずに。交通です。モンゴルは空港からそもそも相乗りタクシーかローカルバスを使うしかないくらい発展はしてないです。市内の観光とかレストランに行くんだったら歩ける範囲にあるので、基本は歩きで大丈夫です。ユーマニーっていう乗り物用のカードがあるんですが、頻繁にバスを使う人はいいと思います。こちらの詳細は概要欄に貼っておきます。一応配車アプリは UB キャブっていうのがあるんですが、モンゴル語が分かんないと使うのに苦労しますし、あまり優秀なアプリとは言えないので使わなくていいです。普段僕は白タクはぼったくられるので乗らないんですが、配車アプリがいかんせん使い物にならないので仕方なく何度か乗ったんですけど、かなり安く乗れましたよ。歴史です。古代から遡りますが、他の国にあるような農耕定住型の民族ではなく、移動民族になるので独特な歴史を持ってます。古代から中世までは匈奴、従前、突厥、ウイグルといった遊牧国家が交流してました。点在している民族を率いて一つの部隊を作り上げたような形ですね。世界史を勉強してた方はよく耳にしてたんじゃないかな。中国との深い歴史があります。ただ一つの国に成長するっていうよりは、結局分裂離散する形になってたんですね。ただチンギスハンがモンゴル部族を統一
してモンゴル帝国を築きます。チンギス・ハンは部隊を率いてユーラシア大陸の広範囲、左はロシア、右は韓国まで征服しました。日本は2度の元寇に対して神風が吹いて侵略から逃れたなんていう説がありますね。ちなみにチンギスは絶対王政的なものではなくて、割と部族を仲間っていう形で統一してたみたいですよ。詳細は調べてみてください。ただチンギスの死後、国が分裂しちゃうんですけど、フビライハンが元朝を設立して中国の宋を支配したんですね。ただ内政困難とか経済悪化、軍事的策略の失敗が続いて政権が傾いてしまって、結果中国の宋の次、明朝に支配されたんですね。近現代になると明朝の次にあたる清朝の支配下にあったモンゴルが独立を宣言します。これはソ連の支援を得てモンゴル人民革命を起こすんですね。これによってモンゴル人民共和国という社会主義国家が誕生して、教育改革、土地改革、女性の権利向上なんかが推進されました。後にソ連が崩壊すると市場経済の導入と民主化が進んで、中国、ロシアだけではなくアメリカや日本といった外交政策にも積極的になって今のモンゴルがあります。遊牧文化を持ち合わせながらも近代化を経た民主主義の国モンゴルは、他の国にはない独特な歴史を持ってますよね。こういうのを知って旅をするとまた新しいものが見えたりしますよ。観光です。ウランバートル5000、郊外5000を紹介します。まずスフバートル広場、ウランバートルの中心にある広場。この周辺はビバンを見たことがある人にはたまらなく興奮する場所です。モンゴル行くならビバン市長は必須。チンギスハン国立博物館、モンゴルの文化や歴史を展示する博物館です。歴史をざっくり知りたい人はもってこい。ガルレリアウランバートル、ショッピングモールで地元のブランドや飲食店があります。モンゴルといえばカシミヤ、日本より安価で買えるのでお土産はカシミヤで決まり。ナラントール市場、衣料品、食品、雑貨など多種多様な商品が販売されている大規模なマーケット。ちょっと遠いんですが、ローカルな雑貨をたくさん見たい、たくさん買いたい人向けです。民族芸能鑑賞、歌い手が一度に複数の音を出す独特の歌唱法ホーミーや、ビエルと呼ばれる伝統的なモンゴルのダンス、バトーキンの演奏なんかを聞くことができるショーです。バトーキンは数歩の白い馬で皆さん知ってるんじゃないでしょうか。ちなみに数歩の白い馬、モンゴルでは全然通じねえ。モンゴルには至る所に劇場があります。僕は旅してた人から情報をもらったので、現地についてはどこでやってんのかをホテルの人やゲストハウスのオーナーさんに聞いてみるといいです。続いて郊外、ゲル宿泊。伝統的なモンゴルの移動式住居、ゲルに宿泊する体験ができます。まあこれなしにモンゴル旅とは言えないですね。テレルジはウランバートルから近くて、水回りや食事もいいって聞いてます。僕が行ったオルホンや地図にも載ってないこんな場所は一般観光客向けではないんですけど、異次元の世界かつゲルの家族の皆さんも温かくて最高の経験でした。ポスタイ国立公園、野生のタヒという幻の馬が生息する保護区で、自然観察やハイキングが楽しめます。野生の動物がたくさん見れます。タヒを近くで見れた時は感動しましたね。セミゴビ砂漠、ゴビ砂漠の一部で砂丘が広がるエリア、キャメルライドや砂漠探検が人気です。砂漠の国に遠くて足を運べない人はここに行きましょう。チンギスハン騎馬像テーマパーク、高さ40メートルある巨大な騎馬像が立つテーマパークです。超でかいし実際に登れます。モンゴル鉄道、ウランバートルからロシアや中国に至る鉄道、壮大な景色を楽しめます。実は今日本はロシアへの直行便はないんですけど、ここからならロシア行けるんですよね。ロシア欠乏症の人は調べてみてください。食べておきたい料理です。ボーズ、蒸し餃子でラム肉と野菜が詰められてます。家庭や祝祭でよく食べられる伝統料理です。癖ありますが、まあ美味しいです。ホルホグ、熱した石とラム肉もしくは牛肉を金属容器に入れて蒸し焼きにする料理、ゲルで食べました。白目剥いちゃうくらい美味しいんですけど胃もたれします。ボダータイホーラーク、ラム肉と野菜のチャーハンです。まあ美味しいですよ。ラム肉は臭いっすけどね。ホーショール、揚げ餃子でラム肉が詰められてます。日常的なストリートフード。僕が最初に食べたやつは全然美味しくなかった。お店によって美味しい美味しくないで全然違います。イタリアン、モンゴルは結構至る所でピザやパスタを食べられます。モンゴルはメインの料理がラムなので正直飽きるし臭いです。そんな中で食べるピザやパスタは目が飛び出るほどうまいんで、結局イタリアンでもモンゴル料理も堪能してほしいです。以上、説明早いよって人は何度も見返してほしいですし、旅前、旅中にも見てもらえればと思います。時間がある方はぜひ旅動画も上げてますので、雰囲気を感じるために見てみてください。めちゃくちゃ面白かったです、モンゴル。それでは皆様、素敵な旅を。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。